はい、こんにちはスレトルトと申します。今回はね、スマホアプリ、私の背骨を守ってというゲームをやっていきたいと思います。背中じゃなくて、なんで背骨なんでしょうね。なんか、こう、右に、えー、大男の影がありますが、女子高生をね、この影から守っていきたいと思います。なんか、やり方的にここに書いてあるんですけど、あなたは神となって、彼女を無事に帰宅させるのです。急にさせるのですって断言されましたね。見渡す。 えーと、左右キーで見渡すで、なんかメロンパンを置いたりとか、あと時間を進めるって書いてあるので、いろいろ、いろいろ計画した後に時間を進めるとどうなるかって感じなのかなえ、右上に電信柱のおっさんがいますが、あいつから守るってことなのかな周りに置きましょう。おう。全12ステージぐらいある感じかな豚の頭あるなにこれあなたは神となって、 この娘っ子が無事家に帰宅できるよう全力でサポートするのです。俺神様なんでしょ神様なのにサポートするのですって。どの立場で言ってんだ俺、俺神だぞ次へ。ステージ全体をスクロールして、帰宅を邪魔する怪しいものがないかチェック。うん。時間を進めるで、えー、娘っ子や、むす、他のキャラクターが動き始める。娘っ子って、すげえおっさんなんだろうおじいちゃんとかなのかな アイテムを配置して、娘っ子をサポートせよ。時間の経過で変化するアイテムも、タイミングを見極めよう。う難しそうだな帰宅させろ。左はいけませんね。うーん、あ普通に家がありますね。ここに帰るってことか。普通に何もやらずちょっと時間を進めたらどうなるか、まずやってみましょうか。はい。あっ。ああ。あ、はあ。3歩。4歩。5歩。 一歩一歩なんだね。<laughs> もう普通に帰れる。ああ、やばい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 んなんつった好きよりかーもう <laughs> <laughs> パワーボム急に、そんな、もうぶち殺すなんか痴漢行為をすんのかなと思ったらぶち殺すんだ。これさ、被せんじゃないの被せられないのあちょ待て待て待て。あー、豚さん豚さん豚さんちょっと。 やり直す。えー、どうすんだろう。ちょっと時間を進めて、あいつが追ってきたら、そろそろ来るか。ここに豚を置いといて、おー何、なに、そんなに、そんな気になるのそれ。食べてるただいまー。ただいまー。今食べてたよな。ナイス帰宅。次のステージ。メロンパンと自動販売機。 家うーん自販機どうしたらいいんだろうなちょっと進めるかある程度進めましょうかあいつが追ってきてからでいいような気はするんだよな来るかそろそろ来たメロンパンだよくわからんけど自動販売機もここに置いとこう時間を進めるあメロンパンダメだあげ 好きやり<ー>どうしたらいいんだ好きやりって、あ、ヒント見ろある。見ちゃう。物を置く順番が重要。喉が渇くのはどのタイミング飲んでる最中に急に後ろに人がいたら飲んでる最中に急に後ろがいたら急に後ろに人がいたらあ、もしかして女の子が、女の子が、 まず、メロンパンを置い,いて女の子がこれを拾って食うのかもしんない。その直後で喉乾いて、えー、ジュースを買って、その後ろに、あのー、おっさんがやってきて、びっくりして裏剣でぶっ殺すみたいなさ。食べるかなあ、食べたお、7。ジュース飲んだ。僕。はははははは。 <laughs> なんかうまくいった <laughs> あー。ああ好きり。っそー。なんかタイミングが、タイミングがあるな、これ。いいよ、いいよ、いいよ。いいおー帰れたー素晴らしいこれ結構、豚の、豚の仮面2個か。んトイレがある。 しかも、ものすごく、ものすごく家の近くの、電信柱にいるんで。まあ、ここに置くのかなぁ。<laughs> この女の子が何をするか一切、あー、腐ってる好きやり。うんはい、<laughs> あっちから来んだ。あーなるほど。腐ってたもんなぁ。 あの子じゃなくて、あのおっさんが食えば、お腹壊さないかなぁ。はっははははっはきりだ。ダメだ。あのおっさんに食ってもらわなきゃやっぱダメだな。散歩。4歩で腐った。これでトイレに行かないかな女の子が。お腹壊せよし、来たおっしゃ行ったで、おっさんが食ってる間に、 おっさんはおっさんもトイレ行ったおっさんもトイレ行った,たーおーナイス帰宅面白いな、このゲーム。でも、このゲーム、ものすごく難しいぞ。えなにこの。なんか変な、小鳥もいるし。めっちゃキムチだらけだなぁ。どうすりゃいいんだ、これ。この豚の頭を。とりあえず、このおっさんま、間違いなく、ここの前通ったら、く、食うでしょ 風刺を襲われるから、この間に、で、この石に女の子がつまずいて変 <laughs> うまいこといかないかな。<laughs> お前が来んかい。<laughs> おお <laughs> ダメだなんでパワーボムなんだよ。どうなんだろうな一1、1、2。で、後ろに置く。 で、鳥いたらなんか嫌な予感するから。鳥が上に行きましたね。おい。おっさんが食う。こうすると毛虫がいなくなるのかなもしかして。おお行けました本当は毛虫が落ちてきたんだろうね。罠と、えー、っと、豚足。で、うさぎがいる。 うさぎを罠にかけなきゃいけないのかなとりあえず、あれ罠どこ行ったし罠どこ行ったんんあ。うさぎの裏に罠が。バゲロコネロ。バゲロコネロ。はっはっはっは。好きやり。<laughs> うーん。わか,かれ。かわいそう。なんかバゲロ。 うさぎの意味がわかんないなぁ。うさぎの意味がわかんない。ただただかわいそうなだけこれだと、うさぎが。うさぎが罠にかかったのをさ、おっさんが助けんじゃねえかなぁ。ここら辺に置いて、俺は豚足で、この頭で、時間を稼ぐ。やっぱり助けてるあぶ、あああすげえ。うんー。 あってはいる。あってはいるんだ。黙が大事だから。ここに豚足を置いて、食うでしょすれ違った後に、助けろよし <laughs> バカ野郎、この野郎。たーおーし、来たー。これ難しいな。どんどん難しくなっていきそうだな。帰宅させろ。何これ。神様の石みたいなあるけど。 適当になんか配置してみるか神様の石。ん神様の石消えた。ちょっとバッテリーが。ー進めない。落ちてくる場所があんのか。なるほど、なるほど。これじゃあ、ここら辺で別にいいんじゃないあー、ダメだ。進めない。ちょっと迷ってたな。置くタイミングが大事ってことか。3歩後ぐらいに、 でここで、置けば、<laughs> 死んだ <laughs> 死んだ <laughs> いや、ケ、OK、ーいけるいけるいける。おーし取れないでしょ、これ。おっさん取れないでしょ。うわー <laughs> おっさん強い <laughs> 早く帰っておっねーおっさん強っやっぱ変態の、変態は変態であるがゆえの強さだなぁ。えぇ、ー ここでちょっと時間稼ぎかそう。食うよね。食ってる食ってる。おい、おい。おっさん近づいてんなぁ。クさん遅いな。くまさん行けあれくまさん行かないあ、クマさん行かないかぁ。 クマさんを置いて、あ、そう言ったか。時間進める。好きやり。あんクマを持ったぞ。で、お腹押さえてる。さっきのが当たったのか。ほい。う,う,うわはは、入った。あー、クマさんを倒してしまった。うわ、気持ち悪 <laughs> 食ってる気持ち悪る。ぃ <laughs> んも 結構多めに食ってる。やばい生きてるなータフだなーあいつあー危ねえ。いけたーちょっと警戒してくれよ警察パトロールしてくれよだって家からさ、学校から家までこんな近いのに、もうこんな危険な通学路なんでしょてか教師だろ、こいつ。えなんか燃えてるのと、なんか焼くと見た。 あ、でもトイレにまた入る感じだなぁ。うーん。まあ、とりあえず、な、どういう効果があるか見てみるしかないな。あぶねっ食べっちゃう。うーん。お、なんか泣いてる。ここに来てなんで泣いてんだこけないかなあ、煙たいのか。好きやり 全然岩、全然岩で転ばない。豚は、豚はこいつに食わせて、この子だけこけんだよな。豚食ってる。お、あ、煙ったくない。いやー来てんな。あいつこけねえんだよな。あいどうだ おぉ危ねえいけたー間に合いました。えー、次は豚二つかー。また豚かー。まあ、大抵あれなんですよね。まあ、豚食おう。女の子も豚食って。なんかバカ野郎ああ<ー>。好きより。くそう。 あ、やっぱ腐るんだな時間稼いで、食ってる、吐くパターンか、これ。あ、血血なんかバケ野郎どうだ。どうだ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 うバケ野郎これお。お、いいんじゃないタイミング。いいきたー 神のゲロタイミングそしてあいつ気持ち悪い。ただいまー <laughs> はーええー、と、待って、これ今何面まで来た何面まで来たええー、ップして。おラストそうか。左から下に行って、次右下行ってだから、ラストか鳥。で、毛ムロスト これ多分ここにとりあえず一回、歩いて、これやらない。あ、まずいえ来てるかおっさん。おっさんまだ来てない。あ、来た置いとこう。食っとけ。<え>で、えー、っと、鳥がなぁ、 1>, 1、2、3! 鳥びっくりせずうわいやー気持ち悪いこうはこうなるんだ。ほい。ほい。おっさんのところにさ、おっさんがパワータックルするじゃん。で、ほい。おっさん来てる。おおおおおあれダメか。豚。 あーかっこそれでど飛んでいくと思ったんだけどなここでこけたらどうだ<ー>こけて、ダメー <laughs> なんか惜しい感じする。パワータックルは、パワータックル、タイム、場所がちょっとずれてたこことかもしかして。ちょっと待ってね。もうちょっと歩いた後に、 一歩。背中でお。おお来た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 おっさん強。で、置く。で、ここで、転ぶ。そうすると、ケムシなくなるおっさん食ってる。まだ食ってる。あ、ペロッカなくなってる。おっさん見失ってる。おっさん気づく。

おっさんの声優がヤマ、山山ピぴーです。おっさん怖いなこんな寝転んでるグラフィックあったんだね。そう、ただただちょっと、ひたすら集中してやってしまいましたが、いや、面白いゲームだったね、これ。なんか、ピタゴラスイッチ的なね、逆ピタゴラスイッチみたいな感じのゲームでしたね。サンキューフォープレインがありがとうございました。これでもう全部、やったのかな はい、ということで、えー、完全クリアしたということで、私の背骨を守ってでした。なんで背骨なのかちょっとわかんないんですけど、えー、おっさんからね、この女子高生を、えー、守ることができました。皆さんもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。面白かった方、高評価ボタン押しててください。ありがとうございました。レトルトルさん